今回はプロが行う水溶き片栗粉のとろみのつき方を紹介します。コメント欄にいくつかとろみのつき方についての質問があったので動画にしてみました。スープや炒め物などとろみのつき方は料理によって違ってきます。なのでその料理に適したプロが行うとろみのつき方を教えてあげます。初心者向きの火を止めてからゆっくり入れる方法ではなく、ちょっと技術が必要な方法です。だからこれを身につければ料理の質も上がりますよ。まずは水溶き片栗粉を作ります。基本の水と片栗粉の割合は1対1ですが、ダマになるなどの失敗が多い方は2対1にするといいです。しかし料理によって割合を調整するのが理想です。しっかりとしたとろみをつけるなら1対1にして、緩めのとろみなら2対1にするのがいいでしょう。水と片栗粉を合わせたらそのまましばらく置いておきます。しばらく置いておくと片栗粉はこのように沈殿しています。これを指で持ち上げ、お玉ですくい上げるようにして水溶き片栗粉を使います。指で片栗粉をすくい上げる量を調整して、水と片栗粉の割合を料理によって使い分けます。これは感覚なので何度かやれば分かってくると思います。大さじなどを使ってやる場合もこのようにして行います。そしてとろみをつけるときは小さい円を描きながら細くすり流していきます。まだ感覚がわからない方は実際に料理で行う前にボウルの上などで練習するのがいいかもしれません。それではスープのとろみのつけ方を行っていきます。スープの時は水と片栗粉の割合は2対1にしてよく溶いてから使います。スープを沸騰させたら弱火にして少し高めの位置から細くすり流しながらお玉でかき混ぜます。加熱してお玉でしっかりと混ぜ、濃度を確認していきます。一気に入れるとダマになったりするので優しく数回に分けすり流していきます。ドバッと入れるとダマになるのでできるだけ細くすり流すのが重要です。とろみがついてきたらグツグツとなるまでしっかりと加熱します。卵を入れるならブクブクとしたところの上に乗せるようにして流し込みます。卵を入れたら沸きすぎないようにお玉を押し出して優しくかき混ぜます。最後にもう一度グツグツとさせ、とろみ加減を確認し、よければ出来上がりです。次は中華丼のとろみのつけ方です。1対1に溶いた水溶きを2、3回に分けているのが理想です。グツグツと空いた中心に小さい円を描きながら細く振り流し、お玉でよくかき混ぜます。もう一度同じようにして入れていきます。加熱しながらしっかりと混ぜ合わせてとろみをつけます。香味油を入れ、ツヤを出します。もう少し加熱して野菜の水分をしっかり閉じ込めます。最後の加熱が足りないと後から水分が出てしまうので注意しましょう。このようにとろみがついていれば OK です。次はタレにとろみをつける方法を酢豚で説明します。甘酢だれを一度しっかりと沸かします。沸騰したら1対1に溶いた水溶き片栗粉を入れ、手早くかき混ぜとろみをつけます。だいたい2回に分けてとろみをつけるのが理想です。ダマにならないようにお玉をぐりぐりとかき混ぜてとろみをつけます。お玉で持ち上げてとろみの濃度を確認し、具材と絡みます。具材とタレが絡んできたら水溶き片栗粉を入れるというイメージがあるかもしれませんが、先に水溶きを加えた方がダマになりにくいです。次は具材とスープをまとめるために入れる水溶き片栗粉の使い方です。チンジャオロースなど少量のスープを具材と絡めるときに方法です。鍋を煽りながら水
水溶き片栗粉を具材が浮いているところに垂らして混ぜ合わせながらとろみをつけます。こうして具材と調味料、スープをまとめる方法です。そのまま加熱しながら油を入れ、コーティングとツヤ出しをします。チリソースなど少しだけ水分を抑えたいときにもこの方法を使います。鍋を煽りながら細く落とし、煽りながら混ぜ合わせてとろみ加減を調整します。他にもホイコーローなど具材とタレを絡めるときに有効な方法です。次は中の具材が崩れやすい豆腐料理などに有効なとろみのつき方を説明します。お釜に水溶き片栗を振り入れ、高い位置に構え、細く垂れ流し、鍋を揺らしながら混ぜ合わせ、とろみをつけます。なるべく豆腐の上ではなく、スープがある場所に水溶きを落としていきます。鍋を回しながらとろみをつけていきます。お玉を押し出して豆腐を崩さないように混ぜ合わせます。しっかりととろみがつくまでこれを繰り返します。とろみがついたら最後は焼き付けるようにして加熱します。この加熱が足りないと後から豆腐の水分が出てしまうので重要です。このように傾けて全体がまとまっていれば OK です。次はスープにあらかじめ水溶き片栗粉を入れてから行う方法です。スープに調味料で味をつけてから水溶き片栗粉を適量入れておきます。よく混ぜ合わせておきます。材料を油通しておきます。油の中に入れておいたお玉は熱くなっているので、水などに軽くつけて冷やしておくといいです。お玉が熱くなっていると片栗粉が張り付いてしまうので注意です。スープに入れた水溶き片栗粉は沈殿しているので、よく混ぜ合わせておきます。具材を鍋に戻し、調香酢で香りをつけたら、水溶き片栗粉がボウルの底に残らないようによく混ぜます。鍋を割りながら浮いている具材にかけるようにして、スープを垂らしていきます。スープが鍋に落ちて蒸発すると同時に具材に絡んで表面にコーティングされていきます。余分な水分がなくなるまで炒めれば OK です。この方法は強火で一気に手際よく仕上げるのが重要です。そうしないと具材を炒めすぎたり焦げたりしてしまいます。逆に火力を抑えたりもたもたしてしまうとべちゃべちゃな仕上がりになるので注意です。このように皿に盛り付けても汁が出てこなければうまくできた証拠です。今までの中ではこれが一番難しいかもしれませんが、よかったらチャレンジしてみてくださいね。今回は水溶き片栗粉、とろみのつけ方、テクニックをいくつか紹介しました。それぞれの料理によってとろみのつけ方は違います。これを理解して行うだけでも調理の幅が広がり、料理が楽しくなると思いますよ。そして中華料理の見習いの方や料理の上達を目指している方などを練習して身につけるといいですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。